田村光太郎ですシンガポール国立大学のリークワイユー公共政策大学院で兼任教授をしていますミルケンインスティテュートというアメリカのシンクタンクのアジアフェローでもありますグローバルスクールファウンデーションのアドバイザリーボードメンバーを5年以上やってまして GIIS や OWIS を運営するお手伝いをしています GIIS はまあ今年設立20周年になります 世界9カ国で17のキャンパスを持っています東京では3つのキャンパスがありましてこれからまあ日本全国各地にいろんなところに出していきたいと思っています東京の3つのキャンパスの平均ですが今6割以上が日本人のお子さんとなっていますでそこではあの国際的なあらゆるカリキュラムを選ぶことができますそしてシンガポールにはスマートキャンパスというものがありましてこれいずれ日本でも 作りたいと思ってますがあらゆるテクノロジーがキャンパスの中に張り巡らされた素晴らしいキャンパスですそこで学ぶ子どもたちの進学先そして共通テストのスコアは世界平均を大きく上回って世界中のインターナショナルスクールの中でもトップクラスになっていますぜひ GIS GI のキャンパスを見に来てください 一度見に来てそこにいるお子さんたちの目の輝きを見ていただければと思いますよろしくお願いしますありがとうございました